はい、ということでですね、今日はご来店いただきありがとうございます。どうですか、ピアノをお探しということで、はい、ピアノ弾かれるんですか？自分ではほとんど弾きません。一応でもちょっとは弾ける。最低限、学校で練習、レッスンの時も使います、伴奏とかじゃなくて、音を確かめたいとか、あとはバイオリンの練習する時に、ここどういう和音だろうとか、そういう時に使うっていうか。わかりました。バイオリニスト野口、ピアノを買うということで。バイオリニストの野口、ピアノを買う、カッコ買うということで、今日はじゃあやっていきましょう。はい、で、カラさんは野口のピアノを試してもらうと。連続、志願者です。ある程度、あれですかね、価格帯とか。30万くらい。メーカーは。感覚的に、可愛い、いいかなってちょっと。見た目は、希望は茶色、木目、ね、はい、黄色の、はい、わかりました。まあ、事前にですね、候補を拾ってもらいましたので、はい、じゃあ、はい、試しましょう。はい、はい、前回候補として出たピアノ、これですね、これと、それと、まあ、アトラスも一応候補、うん、ポイント高いやつ。グランドピアノ仕様。なんかいい気がする。ちょっと、うん。レンジが狭いですね。ダイナミックレンジとかって言うんですけど、強弱とか、広がり方っていうか、音のこう鳴っている音域が狭い印象。やっぱり背が高さが全然違いがあるっていうのもあるかなと思います。やっぱ背が高い方が音のこうレンジ音域が広がるので伸びやかになります。やっぱり、うん、豊かさみたいなのが、そうですね、そうそうそう、こっちの方が、そうなんですよ。これやっぱり比べるとなんか豊かな感じが一番するから、まあ、音色と見た目とあとこの譜面台、そうですね、大事な、椅子はこれですか？ここだけ見るとなんかちょっとヤクザの椅子、うん、ピアノ買っていただいた時には新品の椅子、うん、で色が近いもの、近いやつ、はい、猫足の場合猫足の椅子です、うん、あとインシュ、こうゴムのこうなんか丸いお皿みたいなやつ、耐震用の一番いいやつですね。で、まあ椅子も込みで全部で総額4万円分の付属品を一応付けできることになりました。値段も一応32万8千円税別、税込みで36万800円ですね。特別価格、税別で29万、税別29万円までならいいです。あっちの KL 税別で35ですね、ところまでは一応と、あと4万円分の付属品と。よろしいですか？はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。書類があるのでやりましょう。はい、はい、うちで、まあいいか、よくわかんない。3330日です。どうぞ3ピアンでにプレゼントをお願いします。サバチップスとあのツナチップスが好きなんで。河合さん誕生日係まで。河合さん誕生日係ご担当者まで。小山。10日です。10日。はい。で、少し空いて。はい。ということで、まずはご購入いただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。うちはあの付属品結構多いんですけど、トップカバーとクロスは色がちょっと柄がもあるので、はい、お選びいただければと思います。はい、ありがとうございます。どうしようかな。渋めだね。うちは渋めだと思います。似てるけど、あり候補に色的に言ったらこっちの方がピアノに合いそうな気がする。よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、ご覧いただき本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日が3月の5日ですね。はい、一応お届けが、24日の午前中。24日は河合さんも一緒にさらにお邪魔させていただきます。ということで、じゃあ、24日にお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うん、オッケーですね。一緒に切ります。オッケーです。あの後ろフェルト貼ってあるので、インシュレーターのまま滑らせていただいても床傷にはしないので、後ろが絶対ってこともできます。何種類あるか知らないけど細かい位置いるうちでしたら動かすので傷とかついてないか確認だけお願いします。じゃあこれで失礼させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。まあこんな感じって感じだね。こんな感じって感じ。ピアノをご購入いただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お部屋の雰囲気にもね、すごい馴染んでて、うん、家のこう木の質感とかすごい合ってて、うん、ね、うん、すごくおしゃれでいいピアノですね。なぜバイオリン教室にピアノというとこなんですけど、まあ、バイオリン教室でもあり、あのここで、まあ、演奏もしてるので、ピアニストの方と一緒に演奏する、まあ、練習の場としても使いたいなと思っていて、今までも電子ピアノがあったんですけど、はい、やっぱり電子って物足りなくて、誰かピアニストの方と一緒に練習する時とか、やっぱり本物のピアノがあったらいいなと思って今回買おうと思って買いました。1週間から1ヶ月ぐらいの中で納入後の調律、これはあのサービスで、はい、させていただいてますので、ご連絡がいくと思います。ということで無事に入りました。おめでとうございます。ありがとうございます。河合さんも来ているので、せっかくなのでね、一緒に演奏していただいてもらっていいですか。はい、thank you.
素晴らしい演奏ありがとうございましたホールで聴いた演奏ともねまた違って言い方があれですけどリッチなねサウンド室内楽って感じですごい素晴らしかったです。ありがとうございました。ぜひピアノも楽しんでもらって末永くお使いいただければと思います野口さんね、バイオリン教室をされているということですけど、ここ須坂市で、下流公園がすぐ近くにあるんですけど、この、自宅というかここでですね、もう小さいお子様から大人の方まで幅広くレッスンしています、クラシックとかジャズ、アニメソングとか、弾きたい曲があったらその曲をじゃあその目標にして頑張りましょうみたいな感じで弾きたい曲でレッスンを受けることができますみたいな感じになってます。体験レッスンもやってるので、よかったら気になったらまず気軽に体験レッスンに来ていただけたら嬉しいです。バイオリンのレンタルもできるんですかね。そうなんです。やっぱり最初楽器買うのは怖いと思うので何ヶ月かレンタルしていただいて、でもやっぱりやりたいと思ったら買っていただく、って言っても私が売ってるわけじゃないんですけどねでマイバイオリン持ってレッスンしていただくのが理想かなと思ってます。なるほど、弾けるようになるまでにどれぐらいかかるもんですか。その最近の例えば J-POP とかそういう感じの例えばバラードとかだと音数も少ないっていう曲だとコンスタントにレッスンに通って、半年から1年ぐらいで弾けるようになるかなと思います。6月の24日の木曜日に長野市芸術館のメインホールのホワイエにてファミコンサート、はい、野口さんと、2人でまた演奏できる機会ができましたのでぜひ皆さんお越しください。はい、観覧無料となっております。そうですね、無料で、曲も今回は本当にあんまりクラシック聴いたことないよって人でも楽しめるような、もうクラシックと全然違うような曲もいっぱい弾こうかなと思っているので、博士太郎さんとか博士太郎さんなど気軽に聴いていただけるような曲をご用意します。わかりました。じゃあぜひね、視聴者の皆さんもね、前回来れなかったって方は今回来ていただければと思いますので、はい、今日はお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ということで今回の動画はバイオリニスト野口ピアノを買う買いました、カッコ借りが取れて買いましたということでした。ありがとうございました。